で、次はですね、積分点における、計算をしているんですね。それで、積分として計算しなきゃいけないのはこの計算なわけなんですよね。で、それぞれのこの形状関数の x と y と z の微分をそれぞれかけたものにこのラムダをかけて積分したものということで、もうこれは自然座標系における微分っていうか積分になってますので、このヤコビアンの行列式の絶対値というのがここでかけられています。で、この PNXI、PNYI、PNZY とか、あとこっちは J になってますよね、というのがそれぞれですね、この NI を X で微分したもの、NJ を X で微分したものということで、それぞれね、こっちが添え字が IE とか JE とか、対応したものになっています。ここまでよろしいですか。それで、ですね、で、COFIJ というのがですね、これが要は、この積分の値というかですね、積分の値を求める、積分のした値がですね、この行列の成分そのものになりますので、COFIJ というのはそういう行列の成分というつもりで計算しています。で、最初に0で初期化してあるんですけども、それにですね、COF かける熱伝導率かつですね、このそれぞれのこの積ですねを計算したものをかけているということになります。それでちょっとこれがですね、ちょうどこの式の通りにこのプログラムが並んでないんでやや見にくいんですけれども、今度というのは、今度0というのは熱伝導率ですね。ですからここでいうラムダということになります。ですからラムダかけるこれというのはちょうどこの中括弧の中身なわけですね。はい。それでこの COF っていうですね、小文字で書いてあるものがここに書いてあります。で、これがですね、これですね、ヤコビアンの行列式の絶対値が今入ってるわけですね。で、それにこの重み係数が各積分点におけるものが3つこうやってかかっています。ご承知のようにこれ全部1ですので、これはあってもなくても一緒なんですけども、そういう形で計算されているということです。なので、この部分を計算しなければいけないということですね。それで実際の積分はですね、昨日もお話ししたようにですね、この F というものをこのですね、この立方体の中で計算しようとしたらですね、各積分点における F の値にですね、それに対応したですね、この重み係数を3つかけてやって、足してやる。今の場合は LMN 全部2なわけですよね、ということになります。なので、これとですね、これとこのプログラムを見比べていただくとですね、ちょうどですね、この赤い部分がですね、この、F というところになっているわけですね。で、それにこの青い、これがかかっているということになります。なので、ちょっとこれ見にくいんですけれども、この前半の部分ですね、この行列式の部分というのは実際こっちにかかって分けて書いた方が良かったのかもしれませんけれども、全体で見ていただくとこれと同じことをやっているというのがお分かりになると思います。ここまでよろしいでしょうか。これが一番実はね、この計算では肝心なところです。で、今積分点がそれぞれの方向に2つずつありますので、それを順番にですね、計算して足してやっていると。ですからこのシグマが3つ並んでいるのが、このループが3つ並んでいるというのに対応しているということになります。はい、こうですね。はい、ですので、これでね、一応この赤に相当する計算というのが、これを合計することによって得られるということになります。それで同じようにですね、この右辺の計算もしてやらなければいけません。それで、右辺の計算はですね、基本的に、これですよね、これに相当するわけですので、Q ドットにこの形状関数をかけてやって、積分をするということになります。はい。で、形状関数は1個しかかかっておりませんので、この IE でも JE でもどっちでもいいんですけれども、IE のところだけ計算してやるということで、こうやってですね、計算が、結果が出るということになります。はい。で、これで一応、マトリックスと右辺が計算、できました。それで、ですね、このここで出てきた QV0 というのがですね、
この右辺にこうやって足される。先ほど求めたですね、座標に関するあの係数がでどっかにありますので、これですね、はい、それをかけてやって、あのこの2つをかけたものをですね、こうやって右辺に足してやるということをしています。はい、すいません、ちょっとなんかこれ1ページ抜けてるような気もするんですが、でですね、ですね、IE と JP が等しかったら、あの IP と JP が等しかったらそれ対角項ということになりますので、まあ、F の IJ というのはあの対角項にこうやって出されます。でそれ以外の時はですね、非対角項ということになりますので、先ほど求めた KK というのがありますので、 KK の A マットにこの F の IJ というのが足されるようになっています。まあ、そういうふうにして、これでマトリックスができたということです。で次はですね、あの境界条件を入れる部分ですね。で境界条件を入れる部分は、あのいわゆる接点グループを使って、計算します。で今の場合、あの境界条件を入れるのはこの Z イコール Z マックスというこのグループがあるわけなんですけれども、その部分だけ、取り出して、まあ、境界条件を適用してやればいいということになります。それであの手順としてはですね、あの、まあ、これに限らず、まあ、こういうあの非構造公式のですね、あのこういう境界条件みたいなのを適用する場合の、まあ、典型的なやり方を、ここで紹介しているわけなんですけれども、最初にですね、あのこのグループを探してやってですね、このグループに属するあの接点というのに、まああのまあ、マークをしてやるというんですかね、まあ、印をつけてやります。この接点は、この境界に属してますよと、グループに属してますよというフラグを立ててやるということになります。あのこのグループに入っている情報は、このグループにはこの点が入っているという情報しかないんですよね。で、ある接点を取り出してですね、これが本当にそこに入っているかどうかというのは、いちいち探さなければいけないということになりますので、それをですね、あらかじめこうやってマークしておきます。で次はですね、この接点をですね、こうやってあのループであの探してやってですね、このマークしてある接点というのが要は境界条件なので、そこへ来たらですね、まあ、境界条件を適用しなさいということをやっています。で2つこうあのループがありますけれども、1つ目がですね、いわゆるあの行をあのクリアするループですね、昨日の話でいうと。で2つ目はですね、あの行列の対称性を保つために、あの列の方を、ゼロクリアするようなループという、そういうあの2種類の構成から、なっています。まあ、ちょっとこれだとやや分かりにくいので、実際の中身を見てみたいと思います。でやり方としてはですね、まずですね、ノードグループトットっていうのがあの接点グループの総数です。で現在は、X ミニマム、Y ミニマム、Z ミニマム、Z マックスというあの4つあるわけですよね。それでまずあの Z マックスというですね、あの名前を持った、接点グループが何番目のグループかというのを最初に探してあります。その、 あの数がこの IB0 というところに入るわけなんですけども、でまずあの IB0 というのが何番かというのが分かったらですね、そこに属しているこの接点グループの接点に対してですね、マークをしてやるということです。でちょうどですね、このインデックスとアイテムというのは、あの素行列のインデックスとアイテムと同じ関係です。要はこの IB 番目のグループに入るその接点グループの接点の通し番号がこれなわけですね。で実際の接点番号はこのノードグループ、アイテムというところに入るわけです。ですがこの IN というのが実際の、接点番号なわけですね。なのでこの IWKX の IN の1という配列の、を0にしてあったのを1にしてあるということです。まあ、これでね、この、値を見に行って0番であれば、まあ、このグループには属してないし、1が入っていればそのグループに属しているというのが、分かるということです。まあ、これも非常に初歩的な、ね、計算 の、 ノウハウみたいなもんですけど、まあ、こういうふうにしてマークをしてやるということです。で次にやっていることがですね、まあ、これが要は先ほどお話したですね、前半でまあ、行のゼロクリアをやって、で後半で列のゼロクリアをやっているという部分をまあ示したものです。まあ、プログラムすると非常にこうやってね、簡単なわけですね。はい、でこれはまあ昨日の復習ですね。まあ、昨日やったばかりなので皆さんも覚えてるかもしれませんけれども、一次元問題で昨日はこの、根元ですよね、この x イコール0のところで、要は1番の接点で温度が0になるという、まあ、境界条件が入っていたわけです。それで、まあ、そこの、ここの、ね、境界条件が入っているところで成立する式というのは T
T1 イコール0、まあ、C だと T0 イコール0なわけですけども、まあ、そういう方程式が成り立つということなんで、まあ、基本的にはですね、これが成り立つようにですね、各行の非座標対角成分とか全部クリアしてしまえばいいということになるわけです。まあ、それがこの青い部分ですね。ですので、この水色の部分をですね、全部0にしてやって、対角成分を1にして、で右辺を0にしてやれば、この T1 イコール0というのが、この1行目について成り立つわけですよね。はい。で、対称行列になるように、この、こっちの列の方もちゃんとクリアしてやるということを、まあ、昨日はやったわけです。それで、まあ、これも昨日の、繰り返しになりますけれども、今温度が0だったんで割と楽だったんですけども、0じゃない場合にはですね、1回右辺に移行して右辺を、ちょっと変えてから0クリアをしなければいけないと、列をクリアするときですねについても昨日、お話ししたと思います。はい。で、これが今やってる3次元の場合なんですけど、まあ、やってることはね、1次元と基本的に変わりません。で、まずこうやってね、1から N まで接点をこうやってずっとサーチするわけですね。で、先ほどのこのマーカーが1になっているところというのが、まあ、要はこの条件が成り立つところなわけですよね。ですので、まず右辺を0にします。それで対角項を1にします。で、この、接線において、まあ、T イコール0っていうですね、式が成り立てばいいわけですね。ですので、あとはですね、こうやって行列のですね、非ゼロ非対角性を見に行ってやって、それをですね、全部こうやってゼロにしてしまうわけですね。ゼロクリアをここでやってやるということです。これをですね、一つの接点だけではなくて、このグループに属する全部の接点に対してやっているというのがこの青い部分です。はい。まあ、操作は全然ですね、1次元の時と同じなわけですね。で、次はこのね、列の方のクリアです。で、これはですね、また接点のループがこうやって回るわけですよね。それで、その接点のですね、この非ゼロ非対角成分をこの IS から IE まで見に行きます。それで非ゼロ非対角成分のこの IWKX1 がですね、もし1だったら、まあ、要はこういうここでいうピンクの接線に相当するわけですよね。ですので、まあ、その部分の A マットですね、これをゼロにしてしまうという、まあ、それをやっているということです。なんでこれもね、昨日お見せした1次元の時と、まあ、全く変わらないことをやっているというのがこれでお分かりになるかと思います。なんで、まあ接点の数が増えてるんで、若干操作が変わってはいますけれども、まあ、基本的な操作は全く同じであると。それで、まあ、ここまで来ると実はあとはもうあんまりやることはなくてですね、このメインのプログラムからこのソルブ11というのが呼ばれてるんですけれども、ソルブ11というのは単にですね、この、PFMI アレイとか PFMI アレイっていうのに入っていたですね、最大反復数とか、収束判定値をまたこういう変数に戻してやってですね、で CG 法の関数を呼び出してやるというだけです。それで、これ最大反復数がこの行くときには入るわけなんですけど、戻ってくるときには、実際の反復回数が戻ってきますので、まあ、それをですね、このイターアクチャルというところに入れてやるということです。それで、まあ、やってることはですね、この昨日ご紹介した対角スケーリング付きですね、点やこび前処理付き の CG 法という、まあ、非常に簡単なものです。はい。これをまあよしですね。それでこれが実際にこの CG ソルバー CG という関数の中身です。まあ、こういうね、N とか NPLU とか D とか A マットとかいう引数があってですね、まあ、それに対応したものがあるということです。まあ、まあ、フォートラン、まあ、90、まあ、77だと顧問文とか、あと90だとこの、モジュール文とかですね、まあ、要はグローバル変数を使って書くこともできるんですけども、まあ、このソルバーの文っていうのはね、どうしても独立したライブラリとして、まあ、使われることも多いので、まあ、こうやってですね、引数渡しにしてやっています。まあ、あと C の方でね、あんまりそのグローバル変数を使う、習慣が あまりないということもあるので、まあ、それに、まあ、合わせたわけではないですけどね、まあ、ライブラリーということでちょっと別扱いのためにこうやってですね、わざとこうやって引数渡しにしてあります。はい。で、まあ、実際のですね、中身は昨日紹介したのと全く実は同じです。ですので、まあ、特に詳しくはご説明しませんけれども、まあ、最初にこの WW というですね、このワークの配列をこうやって定義してやります。
で、まあ、計算する前にですね、この、対角成分の逆数を、この DD というところに入れてやります。はい、で、まあ、このね、R の、R の、残差の初期値を取ってやるということですね。で、B ノルム2というのはこの右辺の、事情ノルムですので、これは収束判定に後で使うということです。で、まあ、ここから反復が始まるわけですね。で、一番最初はこの MZ イコール R を解くというところで、まあ、R に対角成分の逆数をかけています。はい、それで、まあ、これも本当にそのままですよね。ローイコール RZ というのの計算をしてやるということと、あと P の計算をここでしています。で、反復回数が1回目とそれ以外で違うですね。で、Q イコール AB という、まあ、行列ベクトル積、まあ、一番肝心な部分ですね。これを計算してやった後に、この α の計算をしています。で、最後にですね、X と R をこうやって更新してやって、その後この収束判定をしてるわけですね。で、まあ、この例のですね、AX-B の絶対値を B の絶対値で割って、まあ、これがまあ10のマイナス8乗よりちっちゃかったら収束したとみなすというような計算になっています。はい、なんで、まあ最後のところはね、ほぼ1次元の時と一緒でしたけれども、まあまあモジュール化されてですね、はい、まあ関数の形で表されていったということになります。で、まあちょっとかなり速修でしたけれども、一応1次元から3次元のですね、まあ、有限要素法について解説したわけです。ですので、まあ、有限要素法のことをご存知だった方若干いらっしゃいましたけれども、まあ、半分以上の方は初めて勉強されるということだったんで、まあ、おそらくこの1日というか実質半日ですよね。半日でまあ3次元の有限要素法まで、勉強するっていうのはなかなか自分でやろうと思うと大変なんですよね。まあ、本を読むにしても、大変ですし、まあ、なかなか全部理解することは難しいです。で、当然それは人の話を聞いてても同じで、本を読んだりするのよりは若干理解は、しやすいとは思いますけども、まあ、おそらく全部をね、隅々まで理解するということは、まあ、なかなか難しいんではないかということは、まあ、承知の上でなんですけども、まあ、一応ね、まあ、これからのこれをね、並列化していこうということですので、まあ、その題材として、まず有限要素を勉強していただきましたということになります。